柱屋駅は山口県岩国市柱屋にある西日本旅客鉄道岩特線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。西木川の支流の流れる谷合に位置し、山の斜面に設置されている岩国駅管理の無人駅である。列車交換は森が原神号上西岩国駅間における西木川清流線の列車運行ダイヤとも調整しながら行われている。 かつては、ホーム上に森が原信号上の分岐器も遠隔操作する信号扱い施設が存在したが、岩徳線の CTC 化に伴い撤去された。改札口は1箇所。使用済みの乗車券類を入れる箱があるが、前述のように無人駅のため改札業務は行っていない。乗車券類の販売は、近距離の普通乗車券のみ、改札口付近にある。 自動券売機により取り扱われている。エレベーターやエスカレーターの設備はなく、ホームへの移動手段は階段のみ。古線橋を渡る形式ではなく、ホームに入っている切り欠きに階段が設置されている。改札口とホームの階段を結ぶ通路は、上りの列車が入線する線路と平面で交差した、構内踏切である。構内踏切で、乗降客が列車と接触事故を起こさぬ、よう、 駅舎側に列車が近づいたことを知らせる警報器と遮断器が備えられている。遮断器は、上りの列車が接近してきた時点で作動し、切り欠きを通り過ぎた位置へ上り、列車が停止した時点で遮断器が開く。下りの列車は、駅舎とは、反対側のホームに入線するので、警報器や遮断器は作動しない。二両編成以上の時は原則として、 進行方向戦闘車両からしか乗降できないので、上り列車に乗車する際は、少なくとも20メートル以上ホーム上を歩く必要がある。駅構内には売店、自動販売機の設置はない。また駅施設外を含めトイレ設備もない。駅前広場に設置されていたトイレは廃止された。案内上の乗り場番号は設定されていない。周辺にバス停留所があるが、朝、 昼、夕の各一往復ずつしか運行がない。駅前に、商店、金融機関はなく、駅前広場付近に清涼飲料水の自動販売機、公衆電話があるのみ。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。